そうね、こうね。そうか。はい、もう塞がれてるんだわ。いや、あ、犬いたね。うわぁ。やっぱブリアビーチって言ったらやっぱ木だから。そうなの？いや、あの、操作方法わかんなくて消えちゃった。ちょ、暗い。やばい。あ、ブリアビーチは木だから。うん、木を司る窓だから。どんどん行っていくけど、これね、まだね、ちょっと走れない。あれ、走ることってなんだっけ？押し込みじゃない？押し込みか。押し込み、うん、走れないね。犬呼ぶやつは？ああ。自分がどこに向かっているか分かっているんだろうな。来い。バレット！来ないでしょ。行っちゃったでしょ。行っちゃったの？行っちゃったわ。これ、崩壊するやつじゃない？これは、そうだね。自我が。やばいね。自我が。ほんとほら、ワンコ、ワンコいなくなっちゃった。そうかそうか、自我が、そうね。そう。俺、てっきりこのトンネルがこう、崩落して、わーって逃げる系のイベントかと思ったら、自我ね。そっちでしょ、確か。そうだ、メンタルゲージあるんだ。ちょっと急がないで。ほら、でもこっちも、このトンネルも崩壊しそうよ、ちょっとこれ。やばくない？やばいでしょ、これ。走れない？そうなんだよ。走れないんだわ。うん、あ、ごめんなさい。走れないんだ。うん、ボタンがね、これ一応走ってるつもりなんだけど。押し込みだった気づんないよね。押し込んでんだわ。ガンガン押し込んでんだわ。気持ち早いよ。あ、来た。やばい。やばい。これイベント。ん？ん？やばい。ん？あ、ついた。え、なんで？え？外じゃん。ん？外？え？わかんない。外じゃない。外じゃん。はい、壊さないで。あ、そう。やつ。これね。どうなんだっけ。あ、そうだ。あ、ゾッとする。なんだか宗教っぽいよな。ファビアン、裏はないんですね。はい、ないね。はい、操作方法がね、未だに慣れない。つか視界がやばい。なんか支えてるよ。ささやく声が。やばい。やばい。いるよ、なんかいるよ。なんか今うごめくものが、なんか支えてるよね。犬を呼ぼう。バレット、どうだ？助けて、バレット。メンタル的にもやばいし、魔女的にもやばいし、やばい、全く見えません。ちょっと進む方向もわかんない。帰ってきた。後ろ向くよ。向くの？いや向くよ。あ、行き止まり？初期位置。じゃない。あれ二つに、あ、こっちと、あれ同じ道だよね、今ね。どういうこと？サイコブレイク。そっち後ろでしょ。あ、後ろ。ウィーンってきて、あ、進み口こっちか。こっち向いてたからこっちじゃない。そうだな。あの、さっきの写真を見ようぜ。そうだな。なんだっけ、エドウィンじゃなくて。なんだっけ。もう、パニックって全然覚えてませんけども。写真。そうだ、写真ね。こうね。写真系はここだよな。ファビアン。いや、ファビアン。姉だとか拾ったっけっていう。見てねえだけだ。はい。あ、犬がいるから。やばい、精神が。そうだ、やばい。まず、やばい、ファビアン。読もう。ない。読もうじゃねえ。ない。あ、いや、しまい。動かない。あ、そうだ、逆だ。丸だ。丸がキャンセルだ。はいはい。お、すげえ走ってる。すげえ走ってるよ。やばい。ライト落とすパターン？やめてくれ。それは勘弁してくれ。やばくない？一瞬別次元に出たってことだよね。え、また？また違うか、違う。怖い。はぁ、やめてくれよ、もう。一瞬別次元に飛ばされてたよな、完全に。外だったわ。バレット助けてー。ああ、どこだ、バレット。いや、なんか落ちてる。おお、これはね、狂いますね、木が。ルーカス。いや、見えねえ。全然わかんねえ。見えねえ。丸がキャンセルね。いや、これはね、頭おかしくなりますよ、これ。いやだね。完全に。いや、待って、今の。誰？え、リアルタイムで襲われてるのか、誰か。
バレてたよ、きっと。大丈夫だよ。いや、それはそれで。今はバレてたら大丈夫だよ。いや、それはそれで。人間、人間になってる。え？挟まったんだ、挟まったんだ、岩が。え？挟まったんだよ、なんか岩がね、狭かったんだよ、今。え、そういうこと？行け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 よ、行け行け行け。負けません。頑張れ、頑張れ。こわー、目、この目、チカチカする。よしよしよし。いや、挟まる系？後ろ見てみる？いや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 。こんにちは。うわー、びっくりした。びっくりした。これがうずくまる老婆に見えた、この。来てるね。来てる。サイコブレイク。サイコブレイク。オッケー。あれ広いけど。あれ？ああ、あそこだ。あ、ここか。つまり。振り返ってね、誰かいるっていうのってもう一番やめてほしいわ。振り返ってあの、メダルとかあるならいいけどね。それはバイオだ。バイオ。振り返った先に人形とかね、メダルがあればいいけど。いや、もう完全に。いやだね。もう、ライトが足りないね。足んなすぎだよ。地下道が、長え。最悪だよ。最悪だよ。呼ばれちまった。最悪だよ。ちょっと待って、しかも声怖えし。声怖えし。最悪だよ。老婆的なやつだよね、今ね、多分。若いお姉ちゃんがいいな。若いお姉ちゃんったらね、いいんだけども。どっちにしろ怖えけども。動けない。動けない。あ。しゃがむってなかった。しゃがむね、ボタン忘れちゃったよね。ボタンを忘れちゃったんですよ。なんかしゃがむ的なのあったよな。あった、確かに。しゃがむのはね、しゃがむのが丸だわ。確か。しゃがめる場所で丸がしゃがむだった気がするな。確か最初の頃、ほら、パトカーで、ね、パトカー調べようとして何回もしゃがんだりしてた。やばいやばいやばい。メールだ。県外なのに県外なのにいつも県外から届きやがるぜ。まいっちゃう。ボイスメですか。しかも今、午前3時。はぁ、はぁ、何言ってんだ理解してね。はぁ、ボイスメッセージが一回あるってこと。やってますよ。あ、これ丸で決定か。ん、違うな。バツでしょ。バツだよね。あ、ジェスのもなんか読んでねえよ。そうか、下から行くか。じゃあつか、揺れて嫌だな、ジェス。もっと上。あ、俺のそれ読んだやつ。いや、読んだね。あ、これか。それアイコンがさ、とにかく電話しようとはしようと、はあ、どうしていいかよくわからない。見づれー。うん。まあ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 、悩んでるって感じだね。酔うつが多分これ、精神やられ始めてるやつだ。都合のいい時間。読んだじゃん。そうだな。あ、じゃあもう、ボイスメール。それ。これね、押してもね、ほら。進捗メッセージがだから、留守電じゃない？あ、留守電か。あ、なるほどね。うん。そうかそうか、確かに。発信じゃないな。あれ？でも発信はだってこっちからやるやつだもんな。ないね、なんかその履歴的な。電話どっかにかけんの。ああ、なるほど。センターに。そうか。あ、それじゃん。ボイスこれだ。あ、はいはい、本当にセンターだね。県外なのにね。県外だからダメなんじゃない？あれ、なんだ、そういうこと。うん、今は。でもこのタイミングでね、届くなんておかしいけどな。いや、状況を取り戻してくれてよかった。いや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 、あれ、いい人。あ、いい人か。なんだなんだ、いい人か。クレアおばさんでしょ。あ、クレアおばさん。クレア、なんだなんだ、クレアおばさん。クッキーもらう。怖い、この影も怖い。もいや、クレアおばさんだったらいいんだけどな。今の状態が正気ってことなの？そうには思えないけどもね。わかんないね。うん。上から降ってきたやつだ。びっくりした。自分の鍵だ。お？え、なになになに？ん？何？あ？ん？首つってる？違う？あ、昨日寝だった。あ、びっくりした。おー、やばいやばいやばい。やばいやばい。骸骨、帽子、ヘルメット、ヘルメットだけもらおう。防具、ちょっとでもね。危ないから。ちょっとでも防具。上から降ってくるから。いやー。いやいや。エリス。あ、主人公。あ、イベントだ。いやいや、怖い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 。エリス。あ、あれ？なんか、的
ともな声になったけど最後。嫁なのやっぱ。オフレコだエリス。一体何があったんだ。お前は強盗の通報に応じた。お前が現場に着いた時に犯人が店を出ようとしているところを見た。お前が拳銃を取り出し犯人に止まるように命じた。いいえ。それから何があったんだ。何があったかは知ってるでしょう。俺の責任です。なんか今顔がぐちゃぐちゃだったけど、もうなんかアダム・シャノン、まあピーター・アーニだ。精神世界だ。自分が何を考えていたのかわからない。俺は彼が一番見たくない人間だっただろう。もしかしたら俺は彼の一生を台無しにしていたかもしれないんだ。やばい。うわ、サイレントヒルっぽいな。それでも俺がやらなくてはならないことだと感じたんだ。やらなくてはならなかった。できなかった。ああ、どういうこと。戦場だよね。まあ元軍人だったんだよね。あ、いたいたいた。あ、よかった。犬。ふぅ。犬、よかった。助かったぜ。あ、外だ。あ、解放感。どうしてまた戻ってきてしまったんだ。解放感だけど、キャンプ場じゃん。やったぜ。なんか吸ってっけど。ねえ、なんか黄色いし。あ、キャンプのあれか。そうだな。犬じゃん、褒めたけど。もう、そうか、犬、褒めよう。褒めち、あ、ない、できない。わかるよ、バレット。いないから。そういうこと。あ、そういうこと。ボスの空間なでてし。あ、視界になきゃダメってこと。あ、来てくんないんだ。はいはいはい、なれますよ。大丈夫だバレット。あ、そういうやつじゃないらしい今は。いや、なんか灰みたいな感じです。いろいろあるな。こっちか。なんかすげえ泣いてるよ。泣いてるね。まあまあ、これスタチューでしょ多分。スタチューだ。まあ、か増えてくな。怖えな、なんかちょっとね、しかもなんかだんだんこう具体的になっていくんでしょ。なってっていうか、確かにあんまなってね。特にどうして怯えてるよ。やめてくれよ。インヌが怯えたら、え、いるん、え、やべ、やばいやばいやばい。え、今いたよね。え、今いたでしょ。え俺だけ最後ブレイク。いや、今いたでしょ。え、何もいないでしょ。いたよ、一瞬影が。いないよ。葉っぱが落ちてたんじゃない。いや、でかかった。もう完全に、まあ、こういう。ここら辺に葉っぱ落ちてたの。ああ、目の前ね。うん、処理ね、処理。そう。あ、なんだ、処理か。なんだ、つって。なんだ、処理か。なんだ。うん、多分ね。葉っぱの処理ね。なんか文字みたいなの書いてない？え、どこが、これか。あ、うん。ほんまや。あばら？え？あばらの絵かと思った。アンバラの絵じゃないのこれ。やられてんぞ。はい、やられてますけども、ちょっと意味は分かんないねこれな。そうね、アバラじゃない、ほら服の上に、ほら服の上にアバラをなぞらえてんじゃないのこれ。ほらこれ、丸はこれはアダマ。これアダマや。アダマちっちゃくね。食ったんじゃないですか。外側をガバン食ったところでそこまでサイズ変わらん。そぎ落とした。そぎ落として、やっぱ想像するだけでもやべえ。後ろになんか落ちてたよ。そう、いっぱい落ちてる。あ、まずまず、いや、あ、これ手紙。手紙落ちてたよ。お手紙落ちてたよ。そんなバカな、そんなはずはない。これよくこの、あ、はいはいはい、書類だった。あ、取れる。いやー、ブレイクだね、最高が。いや、読もうか、はい。あいつらを忘れない。マッキノン。スペンサーぐらいしか俺覚えてない。あのね、あったらぶん殴ってやるっていう。ずっとどうしたか、ね。バカにしやがってって言ったら。バカにしやがって。トッド・マッキノン。父？セオドア・マッキノン。うん、木こりね。うん。
とりあえず父が自殺したと、うん、まあ魔女のね伝説だよね。で40年後俺はあの場所に戻った、うん、もしかしてそれが最近なんじゃないの、それがさっきの声の主なんじゃないの。いや今の女だったじゃん。え声の主、ああのあれや、なんかうわーってほら あのバレットバレットだったね。パレットだから。それが一番ブレイクしてるわ、最高が。それが一番やべえ考え方だから。あれはどう聞いてもバレットの声だったんでしょ。バレットが急に、わーって、皮をね、脱いでね、中から人が。出てくるから。やばいでしょ。あれ、時間経っとるな。うん、嘘。こんな汚くなかったで。あ、確かに。それはね、ね、これが。これが今の時代なのか、もしくは前回が過去の時代なのか、よく分かんないです、ね、これがマジで、あ、ゴミ、ゴミか、 あれ俺がゴミ拾いじゃなかったでしょ。 あったんですよ。犬がめっちゃ吠えてるよ。犬もあいるし、あ、やばいやばいやばい、これまずまずまず、やばやば、拾ってこないもん。あ、それで大丈夫だろバレット。あ、そういうこと。あ、これをみまま、まちょっと見えない、ま、うん、マーカスっぽいな。マーカスか、犠牲者なんだよな多分な。どうなんだろう、多すぎね。ね、で、そう、多すぎ、多すぎなんだよ。めっちゃ殺しまくってんだよ。で、これがあれでしょ、テープ、赤いテープ。これがね、やっぱいまいちねよくわかんないんですけども。誰かがこれを俺たちに残していったらしい。バツって、もう見んのか。もうなんかあいつだ、ドイツ、え、そんな字だっけ。探すぞバレット。まだある。うん、なんか止めるんだよね、うん、ポイントか。立ててある状態で止めるとダメじゃん。あ、そういうことか、多分。なるほどね、うん、L2 この辺か、こうか、うん、で、閉じる。でもその石板がね、どこにあるかまずよくわかんないですけどもね。はい、今どこいんだ、後ろ見てみて、まあ、まず一緒にキャンプでしょこれね。あれキャンプだから行ったじゃん。あれ行ったじゃん。囚われたね、完全に囚われたね。やばいね、あれキャンプがあると思ったんだけど。だから行ったじゃん。晴れ、適当に歩いてるから晴れ晴れ。もうダメだ。そうだそうだ。えあ、いや、そっちそっち、まあ、あ、あれキャンプ、あ、うん、そうそう、もう完全なの同色だから、もう、もう完全に光ってて欲しいぐらいだよ。そうだよ、本当だよ。俺完全に俺あっち行ってると思ってたからね俺。やべえ、これ糸が目印で、こっちはまだ行ってないんで、うん、また行く。あ、まあ、あ、あ、ゴミは、ゴミ回収するか。あ、あったあった、あ、また写真ね。ゴミじゃなかった。いや、ゴミはもうわけわかんない。気味が悪い。マーラどういう状態の写真なの。あ、これなんかだんだん、あれ、なんか俺だけだろうか、だんだん写真がくっきり見えてきたんだけど。そっきり見えてきたよ。ああ、サイコブレイクか。ただ一番最初になったのは多分ただの所要地だけど。ああ、なんかだんだんさ、なんかはっきりと見えてきて、俺やばいかも。あれじゃない、ほら、日の光に当てるとくっきり見える的な。気のせい。何それ。ああ、もうこれはブレイクですね、完全に。サイコがブレイクしてますね。うわ、変わらないよ。で、これね、あれなんだよ、これ俺のまあ見た限りだと部屋の隅っこにこっちに背を向けて立ってんだよ。ほら、わかる？わかんない。部屋の隅っこに今立ってると思うんだよ。で、映画のブレアウィッチプロジェクトもこう最後ね、こう部屋の隅っこに仲間が立ってて、あの、まあ終わるんですよ。なんかこう操られてる的な、もはや魔女の手にかかってる状態がこの部屋の隅っこに背中向けて立ってる状態、これだよ。これやばい。これ他の写真も実はちゃんと見るとそうなってるんじゃない。ほら、あれ、これ初めあれ、こんなクッキー見えてたっけ、ファビアン。うん、やばくない。え、初めて見たんだね。嘘、さっきファビアンってうちらなんか言ってたよね。名前だけ確認したかった。でもその時黒かったよね。あれ、暗いところで見たからじゃない、そういうこと、うん、え、じゃあ全然見えなかったんじゃ、マルエナとかは。こっち。マルエナは見えてたじゃん。
見えた。ルーカスでしょ。あ、ルーカスだ、うん、真っ暗だったんだ。これね、これじっとやっとくよ、じっとやっとくよ。全く見えないけど、変わりません。朝になるまで待とう。俺らはそうだよ、あれだよ。なんだっけ、あれを探すんだよ、あのビデオカメラにあった。あ、そうだ、忘れてた、すっかり。完全に目的、そうだ、石板的なやつだよね、なんか倒したやつ。そうね、あの場所をまず探さないといけない。そうね、道が何個かあったから確認しよう。道は1、2ってあるよね。そうね、こっちとこっち、こっちと、あと、うん、あ、これで、あの、いっこっちね、2、4つ、4つだね。そうだね、これ、こうやって、こっち側ね、上ね。あと、もう若干これ真ん中にこっちはあ、いける、あるね、ってことは5個、5箇所か。嘘だろ。ちょうどあの、ちょうど魔女のあの、エンブレムと同じ分岐。怖いこと言うのやめたい。実はそうだよ、俺たち中心にいるんだよ、ほら、このキャンプが例のあのエンブレムの中心なんだよ。嘘だよ、これはやばいですね。そんなことないよ、これは自害しますね、ここで。これ分かった瞬間に自害した方がマシだよ、これ。じゃあ、じゃあどこ行く。そうね、5個あるでしょ。どんどん登ってるから、まあまあいいんじゃない。分かりやすいっちゃ分かりやすい。分かりやすいよ。ゴミを探して、ゴミ回収して、ゴミを拾おう。なんか意味あんのかね、あのゴミを拾う。多分、あ、多分ゴミを拾ってきたら叱るんじゃない、多分。こんな犬を、そうそうそう、これじゃねえだろみたいな。だってそうしないと叱るポイントないもんね、あんまり。拾ってこなくね、別に俺らが拾ってるよ。率先して。あ、そうか、まあ確かにな。なのに俺たちが自分で拾ってるのになぜか犬が怒られるっていう。え、なんで俺何もしてないのになっていう。おかしいな、なんでだろうなって。うわ、橋、うわ、橋だ。いや、渡れんの、渡れる。うわ、いいじゃない、うわ、うわ、あ、びっくりした、血だと思った、びっくりした、血だと思った、木でした、丸太や。無理じゃない、渡れる、渡れると思うよ、緑、待ってね。うわ、はいはい。いやね、俺映画のブレイウィッチプロジェクトもね、丸太をのシーンがあんのよ、まあ、そこは川を渡る丸太なんだけども、これ下からね、手が伸びてきて、え、びっくりした。おー、渡れる、渡れちゃうよ、ほら。あ、あれ、やばい、落ちた、落ちた、やばい、落ちた。あれ、出られる、それ、これは、出られる、あ、出られる。一応渡れちゃうね。渡れねえんじゃない、それ。渡れないのか、今、多分ね、俺の操作が間違っただけや。多分ね、渡れるね、ほら、いける、いける、うん。この先、多分落ちと思うんだ。あ、いけない、あ、ほんとだ、うん。何がためのフェイク、何がためのマルタ、フェイク。この音楽マジ勘弁してほしいですね。これがな、ただ明るいだけで薪集めるだけの。いや、もう最高のキャンプゲーだよね、これはもう。最高のキャンプゲーだよ。お、あ、ぽくないこれ。ぽいね。こんなでかいか、でも。あ、ちげえか。でかくねえか。でかせ、巨人、巨人だね、このレベルは。でかいっすけど、やっぱ特定の道を進んでいくような感じじゃないのかな、なんか、もう。わかんないっすよね。だって同じ形式だもの。そう、お、お、やばい。ろうそく？これはろうそく？一心不乱でいったもんね、ろうそく。光るからね。光るものに対してはもう俺まっすぐ行っちゃうから。何も周りを罠も確認せない。そうだよ。あの、あれがあるかもしれないのね。トラバサミ。トラバサミ。あ、違う。いや、あの、握るやつ。握るやつね。トラバサミ。トラバサミだったら多分抜け出せねえよ。誰が仕掛けた魔女がトラバサミ。やる気満々だ。やる気満々。もっと魔物的なものし。いや、そんなことはありえない。パルマ・アロン・ティ。先へ進もう。ユダヤ教。まあ、戦場の兵士の、まあ、戦死者だよね、多分ここに。なんつだっけ、これ、なんつだっけ、ドッグタグ、うん、もう、精神世界でしょ、これ、完全に。さっきの戦場のシーンもさ、よくほら、戦場から帰ってきた兵士が、なんかほら、やむじゃんっていう話はよくあるからさ、なんていうんだっけ、3つぐらい見ちゃうけど、どうするって。もう、こっちもか。上。うわ、ま、じゃあ、わかった、よし、スタンスとしては、とにかく高いところに行こう。スタンスとしてはね、マジか、
いところに行った方がいいでしょう。いやだから患ってんだな、この主人公も。戦場でやられちゃったんだ。あ、いっぱい押してる。やばいやばい。なにこの音。え、犬が犬描いたんだよなんだピッ、そんな音する。またこれ犠牲者カール。あー、完全に立ってるね。部屋の隅に立ってるね。あ、めくれた、めくれたね。ごめんよ完全に立っとるね。犬びっくりした。犬にビビった。怖いんだよ。まだあるよ。いや、びっくりした。これ手、手、あ、違うか。いや、そんな角度から見られても長い手がこう後ろから来てたのかと思った。びっくりした。え、まさか見て死体、死体が。何なんだこれは、うん、ものすごく古いものに見える。おいでパレット、近寄らないでおこう。死体、やめとこう。やばい、もう死体が完全に死体じゃんこれ。あ、墓じゃん。つまりほら、墓標だよ。え、なるほど。ああ、自害したいね自害したいね。周囲の安全確認。周囲の、周囲の安全大丈夫。今はね、真っ暗じゃないからきっと安全なはずあ、あれ、これじゃん、これじゃん。すごくない、すごくない。見つけてしまった、ね、闇雲に、闇雲にあの先じゃなかったのやばくない。じゃあ、あの先は一体何だって話だね。あの先行こうか。そう、も戻れればの話だけどな。戻ろう、戻る。あ、まずとりあえず倒す。倒したら進みそうじゃない。そうか。てか倒したものを起き上がらせてから、ここであとなんか犬のマークからなんかやんでしょ。そうだな、それを後回しにしようか。後回しにするか。私分かったしえ、分かりました僕は。いや、上に上がってきゃいいだけでしょ。あ、まあね、うん、ここにまた戻ってこれるか。大丈夫大丈夫、いけるか。大丈夫大丈夫。まあな、じゃあそうだな、単純に降りればいい話だ。 あっちから降りれるよ。あ、そうか。あれ、ろうそくか、うん、逆の方向からこっちからですか。走らなくていいよ。いや、怖い。そうだね、まあね、もう心が何のトラップがあるか分かんないから。トラバサミとかね。そうね。いや、魔女があのせこせことトラバサミ仕掛ける姿、ま、魔女がハマってるかもしれない。ハマそこ魔法、あれ、近い近い近い、やばいやばいやばい。すごい声ってきてる。ええ、何何何、どういうこと、どっから帰ってきた。いや、もうすぐよ、すぐ。え、こんな道あったっけ。あれあれ、これ次元が、これはサイコブレイクですね、完全に。あれ、次元が、俺らこっちから登ってったよ。間違いなくこっちからだったよ。な、絶対ぐるっと一周してないよ。おや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 、困ったものですやばい、動機が、動機が。え、糸の方行くじゃん。糸の方行ってみようか。糸後ろだと思う。後ろか。いやー、ちょっと待ってくれよ。 それだと思う。これか、うん、いや、待ってくれよ。次元がよ、歪んでんだよ。じゃあ、どうやってもあの石板にたどり着くようになってたってこと。いや、そんなはずないでしょ。そんなわけないよね。うわ、こことかね、天気よかったらね、いい感じのハイキングコースだよね、これね。釣りとかしたいね。したいね、渓流歩いて。いや、苦しいよ。ほのぼのするのがしたいな。ほんとだよね。そういうモードがあればいいよね、これ。クリア特典でさ、明るいブラックウッドの森を散策できる。需要がねえ。需要うちだぐらい。あ、びっくりした。あ、近かと思った。うちだぐらいしかね、そうだ、楽しめないからね。あ、汚い側だな、うん。結構来ちゃってるよ。水の中とかない、ちゃんと見た方がいいのかもね。いや、落ちてるかもしれない、死体とかね。それは勘弁願いたい。顔だけ、ほら、顔だけプカーンとこうね。いや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 、いや、結構いっちゃうよこれ。ちょっと、いっちゃうよ。いいよいいよ、スムーズだよこれ。いいよいいよ。なんもない。ああ、びっくりした。よかった。あれ、この沼、沼、これは見たことあるような、なんか見たことあるけど、この木はなかったな。そうだね、確か。渡れってことかな。渡れか。いやーね、これ、いやーやーね、これ、いやーね、いやー、顔がほら、こっからね、プカンとこう。出てきたらどうすんだよ、ね、ん、待って、何あれ。あ、あれ、家え、家っつうか、まずこの木、え、なんか人工物っぽいんだけど、気のせい。何今の音。あ、ちやばいやばい。ちちちち
待て、静かに静かにっつうコマンドがあればいいんだけど、これ首つってとかじゃなんか処刑だよ、なんか拷問的なやつでやられちゃったんだよこれ。喋る？どうする？結構あトラウマって本当にあった本当にあった本当にあった、魔女ちゃん、マジで魔女トラバサミで見よう見るか見るやつだよな。そいつに足を踏み入れないようにしろよ。よしよし、やめよう、行くのはやめよう。ここはな、これトラバサミの血じゃん。そうだな。あでもロープ持ちてんな。ロープも、なんか拷問、いろんな可能性が考えられる。やばい。てか魔女がトラバサミ使うなって話だけどね。まあ違う。魔法で禁止されております。魔法でやってほしいよね、どうせなら。行かない？どうする？行こう、ここまで決まったんだ。行くか、まあ、まあな。探索しねえと。まあ、ちなみに。バレット…あ、動かない、なんか呼ぶか、まあ、もしかなでるかも、一回バレット、それ叱っちゃったじゃん。叱っちゃって、ごめんなさいごめん、そんなつもりない。よし、なでよ。いや、意味わかんないから、叱った通りになでるとか言ってこいつ何してんのっていう。いや、もう、あれだよ、犬目線で見ても、まあ、もうこいつやべえなっていうこいつ、もう、行動がおいでそう、行動がおかしいなっていう。でもなんかまだやっぱあるんじゃねえか、なんか探せ。さあ、周りを見て回るんだ。動かないもんね。あ、でもやっぱ呼ぶか。うん、そばにいてって。そばに。お願いだからそばにいて。はいね。これか。俺のそばを離れるなよ。よかった。ふぅ、いや、まさかだよね。気をつけないと。バレットは罠にかかるかもしれない。こんな道路探せなんかやった。そうだな。バレットがいなくなったらもう俺たち終わりだから、ね、もうメンタルゲージがねゴリゴリ減っていくからね。俺たちのゲージもゴリゴリ減っていくからこっちのねだって寄り所がいなくなっちゃうから。広いなちょっとここも。そっちあんま始まる気をつけて。そうね、そういうゲームなのやっぱこれって罠をなんか罠ゲーになってきた。罠ゲーなのかな。いや、トラバサミはダメでしょ。トラバサミ本当にあったね。誰が仕掛けたの？そう、ドローは、まあ、誰が仕掛けたかは分かんないけどね、うん、木こりでしょうね、木こり的な。木こりはトラバサミは仕掛けません。いや、この魔女をね、捕らえるためにいやー、勘弁してくれよ。いいお散歩。あれ、おい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 、マジでかよ。おい、マジだよね。うわ、行ってない道あったよね、まだあっちの。つうことはやっぱ全部あれじゃない、繋がってんじゃないの。まあ、行くか。こっち来い。ここがその場所のようだな。おい、それは何だ。どうしよう。探せ。バレット、探せ。ごめん。見つけた。あ、じゃあ褒めよう。まず褒めよう。ちぎろう。褒めちぎろう。ちぎりまくろう。あ、いい子だ。なるほどね。甘えてきた。だんだんいい子になってきてる。よし、おやつをあげよう。ああ、そうか、確かにこれは結構重大な発見だからな。もうさ、おやつ限りがあるよね。そうだね。あと 9個ぐらい関係に好きなだけあるよ。まあ、どうせ拾うのかしらね。はい、9個はい、どうぞ。 L1 はい、俺が来るんでしょ。そうね、バリバリ目の前でうまうまザマザマってうまいやーし。いやー、これをつまり隠したかったわけだね、そのなんか犯人というか。そう、分からんけどもね。何なのこれは。タッピーイーストクリーク材木会社。待て、このロゴには見覚えがある。ラニングが言っていた場所だ。あの書類のあれじゃない？もしかしたらようやく何らかの答えが得られるかもしれない。なんだっけね、名前。確かに見るか。バレットに見せるんだ。そうか。こっち来い。あ、でその場所に案内してくれるのかな？なんかわかんないけど。いいぞ、その調子だ。もう痛い。待って、早い。確かに、ね、ブレアウィッチってやっぱり木ですよね。俺見たことないね。おや、もっといけ。メニュー書いてるね。
あ、なるほど。リアルやな。いや、ほんと明かりだけマジでマジで、ほんとに。お、バグってる。お、バグってる。お、バグってった。犬もね、追いやすいし、これ。暗いとほんとにわけわかんなくなるからな。暗くなってきたね。嘘でしょ？いやいやいや、やばいやばい、火事じゃん。火事じゃん。もうなんか、砂場？ほんまや。足。うわ、びっくりした。トランスイーバー、トランスイーバー。ちょっと待って、どっちかにさせて。どっちを、どっちすればいい、どっちすればいい。話しながらってこと？あ、チャンネル、電話。3じゃない？ 3、 3、あ、やっちゃった。どうぞ。2やっちゃった。あ、3か、はい。あ、掘ってるよ、掘ってるよ。バレット掘ってるよ。なんか違うっぽいな、1か。もしもし？あれ？え、ただのビビらせ？そうだったんじゃない？マジ？結構、そのシビア。いや、ビビった、やめてほしいわ。まただ。エルウッド・アシュリー、無宗教、褒めよう。ドッグタグばっかやな。なんだ、いねえな。あれ、うん、あれ呼ばないと。呼ぶか。バレット、あ、先進んでた。いや、もう今追ってるから無じゃん。そうだな。あ、なんかかかってる、かかってる。あ、どこだ、どこだ。いや、なんかいっぱい、なんか物がかかってるよ。洗濯物かしら。かかってる？あれ、カバンじゃねえ？これなんか、アボーンって感じの顔やわ。カバンでしょ？カバンか、あれ。うん。顔じゃん、ほら、顔じゃん。え？何言ってんの？何言ってんの？ほんと何言ってんの状態だわ。うん。いや、待ってよ。この辺りから見ると、ほら、顔じゃん。矢印と文字にしか見えないけど。いや、ほら、目二つに、口一つで、ほら、アボ、アボーンつ。ほら、顔じゃん。顔つうか、おめえしっかりしてくれよ。ダメだダメだやめてくれよって。これはさすがに擁護できねえ。顔入れたけど。あ、してよ。ああ、違う、何チャンネルっすかね。まあ、3か。これは、ああ、やっちゃった。何やね。いや、現実じゃない。今のダッシュだけでよかったのかな。誰かいますか。イライジャって言ってたね、今ね。あ、うん、使えない。出してるだけでよかったのかな。うん、出してるだけでよかったっぽいな。ぽいな。1に合わせてこいよ、よかったのかな。そうね、一応。そうね、1に合わせて。誰もいないんですか。はいはい。聞いたらよかったんだな。そうなんだよな。逃したな、2回ほど。逃したな。うん。おやおや。これは。参ったね。これは。これは。はい、この辺で一回切ろう。メンタルがね、まず持たない、そもそも。ひどい。そもそもね、もうなんかステージもね、ちょうど変わってきたしね。いや、きついね。こっから暗くなるのはきついね。トランシーバーイベント逃したな。ちょっと逃したな。依頼じゃ、なんか兵士っぽかったな、なんかな。なんかね、うん。いやー、切りましょう。はい、お疲れです。はい。